馬シャは、北イスラエル王国の、第三代の王である。列王記によると、一サカル族の出身で、父の名は、アイア。ユダ王朝の在位3年目に、戦王のナダブが軍を率いて、ギベトンを制圧中に、彼を暗殺して王位につき、その後ナダブ以外のヤロブアムの一族も滅ぼして、ティルツァで24年間王座についたが、彼は、 主の目の前に悪を行いヤロブアムと同じ道を歩み、花にの声ヒューという預言者によって、罪を犯した馬車の一族もヤロブアムの一族のように、滅ぼされ、街で死ねば犬、外で死ねば、鳥に食われるだろう。という意味の予言を受けたとされる。また馬車と、朝は、お互いの生存中争いが絶えず、一度は、 バシャがユダに攻め込みラマの町に城剤を作ったが、朝がダマスカスに住むアラムのオーベンハダトに贈り物をして、アラムの同盟国をイスラエルからユダに変えるよう頼んだ。ことで、アラム軍に北部の都市を占領され、ラマの城を放棄して、ティルツァに帰還した。その後バシャは、死んでティルツァに葬られ、息子のエラが王位を受け継いだ。一方、歴代史では、 北イスラエル王国の話が省かれているので、羊や即位の経緯は載っていないが、上記の朝と馬車の戦争の年代が違っており、馬車は朝の在位36年目まで生きていて、そこまで馬車と朝は戦わず、この年に初めてユダに攻め込んだところ、朝が頼んだアラム軍に本国を攻められ撤退したとされている。ありがとうございます。